ラカちゃんこんばんは、ヒロさんこんばんは、ワカティンさんこんばんてぃん、SH さんこんばんは、まーちゃんこんばんは、こまこさんこんばんは、ゆぴさんハートありがとう、ギフト今日もありがとうね、ワッコリンこんばんは、嬉しい、かわいい、いきなりびっくりした、いきなりエッティさんこんばんは、みずさんこんばんは、つのきちさんこんばんは、あら、ゆうちゃんじゃないの、やほやほ、たっくん、ジョイくん、やほやほ、ありがとう。あ、まさくんだ、こんばんは、ありがとう。あきさん、こんばんは。ゆうちゃん、こんばんは。まあ、最高だったね。ありがとう。石井から応援してくれてたね。かちゃん、こんばんは。まっしー、こんばんは。食券です。間違えた食券ですか、なんか食券っていいよね。なんだっけ、なんかね、台湾の時にライブに行った時に食券が使える時があって、新旧場でのライブだったんですけど、その時にね、何を食べるのかをめっちゃ悩んでて、でその時間がすごい楽しかったです楽しくて、なんて言ったらいいんだろう、食べたのも美味しかったから、食券っていう言葉なんか好きですクニーさん、はじめまして、お約束はじめましてって、お約束なの、クニーさんはじめましてこんばんは、ルルンちゃん、ルルンちゃん発見、こんばんは、昨日サクワンマンライブは配信だけど見たよね、配信で応援してくださった方もありがとうございます、来てくださった方も本当に嬉しかったです、本当にありがとうございます、すっごく嬉しかった、なんかこういうご時世だったけど、なんかこうやって集まってくださる方がいてくれて、なんか配信でも応援してくれていて、すっごく幸せでした、本当にありがとうございます。そして次のイベントはあと20日後、20日後なんですけど、私9月12日に東京キネマクラブにてバースデーライブ を開催します。なのでぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。バースデーライブドキドキなんです、ドキドキ、なべたんピヨピヨこんばんは、ピヨピヨ、なべたんはピヨピヨって言ってくれるね、のがある、頭にミントさんこんばんは、ありがとう、マサさん、やろみやちゃん、マサさんこんばんは、まんまライブお疲れ様でした、ありがとうね、本当にとっても嬉しいです、マー君こんばんは、サルモトさんこんばんは、14歳になりました、ユーポンそうだ、 おめでとう、おめでとう、今日だお誕生日、おめでとう、ナオヤンこんばんは、ナオヤンさんかなんかさ最後んでさ終わったらね呼び捨てになっちゃった、ごめんね、土踏みさんこんばんは、今日のアバター自由の鳥だよ、素敵、かわいいわよ、カズカズさんこんばんは、ニミンタンこんばんは、好きです、わーい、わーわー楽しすぎたね、そうすっごい楽しかった、本当にとっても楽しかった、とっても楽しくて、なんて言うんだろう、昨日すごく余韻に浸っていました余韻に浸っていまして、すごく楽しかったです、なんかその日22日までのその出来事とか、なんかメンバーとなんかたくさん練習をしてたくさんミーティングをしてきた、その日までのこととか、その日あったなんかすごく嬉しかった出来事とかをなんかこう思い返していたら、なんか全然ね眠たくなくなっちゃって、全然寝れなかったら、寝れなくて寝たら寝てました寝れなくて寝たら寝てたコメントいっぱい本当に嬉しい、ないつもねそうやって感じる、嬉しくてね、なんかコメントがさないとさ、ミオがねってなっちゃうから、嬉しいの本当に、ありがとう、こんばんはちゃちゃさんこんばんは、敵公園行くよ、嬉しい、ありがとう、松さん配信で見てよ、2時間お疲れ様、ありがとう、パチパチパチ、もちろん行くよ、ありがとう、待ってるね、生誕だよね、そうすごくね緊張してる、なんか一人で東京キネマクラブでっていう、ミオからしたらちょっと
広いなって感じる会場だからすごく緊張していて、そうだからすごく緊張してるんですけれども、ゲストにねコラボで出るあのアンジュレーブさんのアニエルさんこと吉橋アリサさんがゲスト出演をしてくださいます。そこでもねコラボもありますので、ぜひ遊びに来てください。そしてもう一つゲスト出演してくださるアークジュエルの社長桂田誠社長が出てくださいます。すごい嬉しい。そう、そのねコラボがねもう本当に素敵すぎて、もうねレアですのでレアですので、いやレアですよね。なんか自分で言っちゃっても言っちゃうのがさあれかなって思ったけど、アリエルさんと社長とコラボできるのは3人でっていうことではないんですよ。コラボできることっていうのはレアすぎるのでですなのでちょっとぜひよろしくお願いします。9月の12日ですよ。あ、社長何言ったんで、社長ね、社長のこと気になってる方ね、いっぱいいると思いますが、社長は、当日までのお楽しみということでですね、当日までお楽しみにしていてください。ミオは見つけたんだ、おもちゃんがいることが。え、嬉しい。社長を回れの衣装着る。社長回れの衣装か。社長あれの衣装かちょっと想像してみた。可愛いですね、素敵ですねでも社長はなんかスーツとかが起きてるので似合うなっていうのが、スーツとかが似合うなっていうのが印象的です。でもね、昨日ワンマンライブの T シャツを着てくれてたの嬉しかった、すごい嬉しかったです。そう、嬉しかった。オタティアンもおるやん。そうなの、おとちゃんがアークジェル北海道のニーナおとちゃんがニーナおとちゃんがただいま昇格ミッション中でして、そうプロフィールとかもニーナおとちゃんがツイートで上げてるんですけれども、ドーナツになりたいっていうのがねすごい可愛いの、可愛くてね、どういうことってなんだきっとドーナツが好きなのかなって思うんですけれども、おとちゃん昇格ミッション中ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。フォロワーがねの目標とかがあったり、そのチェキのミッションとかもあったりしますので、ぜひおとちゃんのツイート見てみてください。おとちゃんのねツイートがね可愛いんです。最後におやすみルフィーユっていうのがあるんですけど、それの親父ギャグが好きらしくって、それをねなんか可愛くて私はすごく好きです。ちょっと待ってね、これだ、これです。フォロワーが1000名ですね。これです、おとちゃんのこういうね昇格正規メンバー昇格ミッション中っていうのがやってますので、ぜひフォローをしてください。なんか私が言ってさ、なんかめっちゃ変わるっていう感じではないとは思うんだけれども、応援したいなって気持ちでいますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。私今日さ最初に長く喋りすぎちゃったかしら喋りすぎちゃった。おとちゃんフォローしてるよ、よかった。フォロー1000人のミッションあるので、みゆちゃんの言う通りフォローしてあげてください。ルンルンちゃんハートありがとうね、本当に。あ、ゆぴさんだるまも投げてくれてた、ありがとう。だるまさん、だるまあ、さくちゃんだ、ありがとう。さくちゃんありがとう、こんばんは。そんなことないよ。あ、おとちゃんありがとうございます。とんでもないです、ずっと応援していますので頑張ってください、頑張ってください。おとちゃんだ、嬉しい、ありがとうございます。コメントもすっごく嬉しいです、本当にありがとうございます。なんかおとちゃんのその丁寧なところもすごく面白いのに、すごく丁寧なところもすごく好きです。これからも応援しています、頑張ってください。あ、おもちゃんワボビオとホワイト、じゃあそろそろ始め
くださった方本当にありがとうございます。私はいつもやばいやばいってなるので、今日も反省を生かしていきたいと思います。それでは行きたいと思います。まず最初に水さん、いや、わーありがとう、嬉しい、なんかパシパシとかでイエイが嬉しい水さん、さっきも挨拶してくれてありがとう。デコとピンね、ありがとう。まずデコのね紹介からいこうかな。その4番がワンマンライブのどこかで使われるっていう衣装だったんですけど、それが映像の中で使われていた白ワンピースのやつでした。白ワンピース、白帽子のものでした。はい、自分からですか。そう、水さんから、ありがとう。こんな感じになってます。なんか帽子がさ、かぶってる、帽子をかぶってるんだけど、映像越しだとちょっと見づらい。ここあ、ここ境目ありがとう。こちらデコで、ピンがミラさんプロデュース定期公演の時のやつです。ありがとう。こちらを書いていくね。ありがとう。水さんとね、あのショールームでお話できるのがミュいつもすごく嬉しい。水さんありがとうね。早くからの注文も嬉しいよ。あ、今日のオンラインチェキ会からだ。サインが変わったの。あ、違う、オンラインチェキ会今回が初だ。サイン変わってから。そうだ。かわいい、ありがとう。全然ありがとう。文章とかはね、後ほど記入をねしていきます。ありがとう、みずさん、届くの待っててね。ニューサインで初めてオンラインチェキ会できた、嬉しい。ありがとう、みずさん。続きまして、マッシーいるマッシーいますか。前回のサイン見比べねばならんです。見比べねばあるかな。なかったなかった。過去のやつあれかなと思ったけどなかった。マッシーだ、ありがとう。マッシー、デコとピンをね頼んでくれてありがとう。デコがまずねこちらです。皆さんプロデュースのマッシー、ありがとう。イエーイ、ありがとうね、マッシー。本当に見つけてくれて、出会ってくれて本当に嬉しいよ。で、ピンチキがジェルの衣装です。ありがとう。こちらに書いていきたいと思います。ありがとう。マッシーのね礼儀正しいところがねすごく素敵でね、なんかいつもねマッシー優しいねってなっちゃう。可愛いです。あ、本当にありがとう。いつも優しいよね、マッシー。なんかジェルの衣装をさ着れる機会が全然ないから、すごくね着れてすごく嬉しい。ありがとう、マッシー。マッシーの丁寧で優しいところが本当に素敵。いつも言っちゃうんだけどさ、いつも言いたいくらい本当に丁寧なんだよね。そういうところがすごく素敵。本当にありがとうね。なんかネイジュとなってから、あの久しぶりの単独公演に行くっていうこととかさ、なんか言ってくれてすごい嬉しい。本当にありがとうね。お届け待っててね。ありがとう。あとで文章をこっちにね記入していきます。でこっちの裏にでいきます。ありがとう、おいしい。続きまして、ルンルンちゃん。ルンルンちゃん、さっきもいたね、ルンルンちゃん。そう、ルンルンちゃん審査員、ルンルンちゃん。ルンルンちゃんのねデコチェキを紹介していきたいと思います。スノーメモリーズ、じゃん。スノーメモリーズいるかないるかな。ルン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 って書いたよ。
書いたというか貼ったよ。ルンルン、ありがとうルンルンちゃん、イエーイ。そしてピンチキがジェルの衣装ありがとう、イエーイ。昨日のね、ルンルンちゃんがワンマンライブを終えてから、その後でさ、帰ってきた時かな、 T シャツのサインとか文章とかについてね、細かくツイートしてくれてて、すごい嬉しかった。気づいてくれたんだと思って。ひらがなだ、そうひらがな、うわ可愛すぎ、嬉しい、ありがとう。ルンルンちゃんのおかげでミホは気分もルンルンです。ルンルンちゃんいつもありがとうね、本当に。ぐわ可愛すぎ。ジェルの衣装着れて本当に嬉しい。でもスノーメモリーズの衣装も着れたことがなくって、 AJ 祭のなんて言うんだろう、あのあれ、こういうやつ、なんアクリルスタンドっていうかで初めて着ることができて嬉しかった。 T シャツ最高すぎて泣いた。よかった、そうやって言ってくれて本当に嬉しい、よかった。いや、サインをねさせてくれて本当にありがとうございます。すっごく嬉しかった。なんかサインできる幸せだよね、幸せですありがとう、させてくれてありがとう。ルンルンちゃんお届け待っててね、ひらがなルンルンちゃんありがとう。あ、そうだ、これ言いたかったんだ。いつもさ、ブログのコメントもさ、丁寧に本当にありがとうね、すっごい嬉しい。その後でさ、ツイッターとかもさ、やってくれててすごい嬉しい。見てるよ見てるんだ、ありがとうね、いつもありがとう。センターさん行くからね、待ってるね、ありがとう、ありがとう。続きまして、ヒロさん、ヒロさんいますか、いるかな、ヒロさん。デコチキジェルの衣装、じゃん、ジェルのさん衣装です。ヒロさん、ありがとう、ありがとう。そしてピンチキーが、4番のあれですワンマンのはい、ありがとう、ヒロさん。書いていきます。あのね、ワンマンのさ、何を予想してくれてたのかなって思うんだなんて言ったらいいんだろう、そのワンマンのどこかで使われるっていうのさ、みんなはどこを想像してましたか。皆さん書いていきます。かわいいチェキありがとう、全然ありがとう、そうやって言ってくれてありがとう、すごい嬉しい。とても嬉しい。このこれだったらさ、ギリギリ帽子見える、これだったら境目が。ありがとうヒロさん、お届け待っててね、ありがとうヒロさん、いつもありがとう。ショールームでお話とかできるのすごい嬉しいよ、本当にありがとうね、嬉しい。これからもオンラインとかでお話してこうね、このご時世でさ、会いづらいとかがさ、なんか会いに行きたくても行けないとかがきっとあったりすると思うからさ、待ってるね、届くの楽しみにしてます、ありがとう、すごく嬉しい、待っててね、本当にありがとう。続きまして、マー君、マー君いるかな、マー君ありがとう。マー君、マー君ね、全部の種類ありがとうね。デコチキがこちらです。ワンマンのどこかで使われるの衣装ですありがとうマー君、お願いします、ありがとうマー君。オンラインじゃなくてもお話したい、嬉しい、本当に嬉しい。会いに行きたくても行けないね、このご時世でさ、ちょっとね、そういうのがあるよね。でもミオも本当に会いたいです、みんなに、ありがとう。同じ気持ちでいてくれてすごく嬉しいです。マー君書いていくね、ピンチキがジェルの
三衣装、リラさんプロデュース定期声の衣装とスノーメモの衣装書いていきます。ありがとう。全部の衣装、マー君とさお話ししてるのがすごい楽しくてさ、ペン曲げるの、あのこれね、ペン曲げで盛り上がっちゃう。マー君、特典会とかでもお話をしに来てくれるのがすごい嬉しい。優しいよね、いつも。いつもね、あれがなくなったらいいのにと思ってる、あの透明なやつ、あのあれ、透明な板みたいな、なんて言うんだろう透明板みたいなやつ。いつみんなと握手とかできるようになるかな。できるようになりたいな。ありがとう、久々、こんばんは、嬉しい、嬉しいよ。拍手したいね、声が聞こえないからねって。そう、それ、そうなんだよね、声が聞こえないっていうのもあるんだけどさ、なんかマスクを取ったさ笑顔とかも見たいよね。なんかマスクをあのしていてもなんか伝わるさ笑顔っていうのがあったりするんですけど、あのあったりするっていうのはなんかあのあ笑顔でいてくれてるっていうのが分かる時があのすごく多くってすごく嬉しいんだけど、やっぱりねあのマスクを取ったあの笑顔が見たいなって思ってる。マー君ありがとう。デコチェキとピンそれぞれ本当にありがとうね。待っててね、ありがとう。マー君ありがとう。続きましてマリナちゃん、マリナちゃんいるかな、マリナちゃんいるかな、マリナちゃんありがとう。デコチェキがねじるの三衣装ありがとう。ありがとう。じゃあピンチキのスノーメンも衣装とジェルの最初に書いてい行きます。あ、います。ありがとう、マリナちゃん嬉しい。マリナちゃん今日一日何をして過ごしてましたか。お仕事とかかな、月曜日だから。めっちゃ可愛い。嬉しい、ありがとう。マリナちゃん、マリナちゃんとお話しするのなんかさ久しぶりな気がする。なんでそう感じるんだろう。ずっと話したかったからかな。ミオは今日はお仕事でさ、すごいお疲れ様です。よく頑張ったね、マリナちゃん。お茶会したいよお茶会したいよ。マリナちゃんのさなんか手作りクッキーってさすっごい美味しそう。ごめん、なんか今ね勝手に作った。マリナちゃんの手作りクッキーっていうのは今ね勝手に作ったんだけど、マリナちゃんの、マリナちゃんなんか想像でさお料理が上手っていう感じがするんだ。久しぶり、先月のオンラインチェキ会忘れたから。え、全然嬉しいよ、ありがとうね。今こうやってお話できるのがミオは嬉しい。待って、お菓子作れないミオと一緒だから一緒に作ろう。あ、これあれか、わからないのが、わからない人同士でいたらあれか、ミラクルが起きるかもしれない。やはり全然できません。そうなの、もう可愛いからもう全部全然だよマリナちゃん本当に可愛い、愛おしいちゃんです。ありがとう、マリナちゃんいや、って言ってできるかもしれないからねありがとう、マリナちゃん、イエーイ。ピンチェキとデコチェキ待っててね、ありがとう、本当に。
なちゃんとオンラインでもさ、こうやって久しぶりにお話ができて、みゆはすっごく嬉しいです。そんなみゆちゃんが愛おしいです。大好きです。ありがとうございます。愛おしいです。ありがとう。お届け待っていてください。続きまして、ニミンタン。ニミンタンいますか。デコチェキがこちらです。どどん。ありがとう。ニミンタンいる。あ、はいはい、ありがとう。ニミンタンのね、いつも優しい言葉がすごく嬉しくてね、なんか昨日の特典会とかでもさ、なんかあのすごく優しくてね、すごい嬉しかった。いつもね優しいよね。だからなんかツイッターとかでもすごくその優しさがね伝わってくるのがとっても感動しちゃう。いつもありがとうね。え、スバラ、スバラありがとう。スバラって言ってくれて、スバラ嬉しい。待っててね、ニミタをお届け。ツンツン。にミオタンにしか優しくないです。そんなことはありません。ニミタは優しいですよ。ニミタはきっといつでも優しいんです。ありがとうね、お届け待っててね。ありがとう。あ、ミュータンこんばんは。カスイチこんばんは。カスイチがさ、ちょっとあの間に合うかわからないって言ってたから、来てくれた時にサインをしようと思ってて、そうだから今するね。してもいいかな。続きまして、カスイチありがとう。カスイチ猫がねこんな感じです。ハートのさポーズのね、こと言ってくれてありがとう。デコチェキがこんな感じで、そしてピンチェキが、スノーメモリーズの衣装とジェルノさん衣装。ありがとう。これ笑顔って言ってたからさ、部屋に合って笑った。で、全身入るのがちょっと難しくって、女の子座りでスカート映る感じになっちゃったんだけど大丈夫かな。ありがとうね、カスイチ。カスイチは今お仕事が終わったかな、間に合うかわからないって教えてくれてたじゃない。だからそうかなって思って。ありがとうね。今来たよ。今来た。今来た。風。あ、けど喋ってたのは聞こえてたかな。まあ、ピン、あ、チェキは見れたかな。あ、でもサイン後にも見れるかな。よかった。ありがとう。そう、カズイチがねお仕事出てたから。カズイチとお話をしながらさ、チェキを進めれたらいいなって思ったからね。ありがとうね。見れてない、見れてない。今見せるね。ありがとうね。あ、まずデコチェキがねこんな感じです。ハートのねポーズをポーズしてっていうのを言ってくれて、そう、画像でもねわかりやすく言ってくれてありがとう。こういう感じになりました。ありがとう、カスイチ。デコチェキがこんな感じで、ピンチェキがですねこんな感じです。スノメモ衣装とジェルナさん衣装、笑顔って言ってくれてたからへにゃっていう感じで笑いました。で、全身っていうのが立った感じで全身映すのがちょっと難しくって、女の子座りでスカート映った感じになっちゃったんだけど、ごめんね。かわいい、よかった。ありがとう。やってみよう、神様。嬉しい。ありがとう、ガスイチ。お仕事お疲れ様、本当にありがとうね。ありがとう。お届け待っててね。続きまして、こんまこさん。こんまこさん、こんまこさん、さっき言ってくれてましたね。こんまこさん、ありがとう。皆さんプロデュース定期公演衣装です。ありがとう、こんまこさん。